ジョセフ・バー,アールネスさんうーんう私はあなたを取るつもりだよあなたの新しい家あなたは日本のホテルに行ってきました2ヶ月間ああ大丈夫だからジョセフ・バーアールネスさんもってあなたはクボリッシュストアで働いていますか今日の午後うっ、ん 私は以前訪れた CBDL 移出とは1年前に、私は持ち出すいくつ管理人の仕事のためにかの真空、そしてラップトップでの作業私の家がアメリカの人々によって示されているとき人。ああ、それは長い仕事でした。過去には過去27年前、私は以前働いていましたお店で、私は日本でいくつかの棚の上食べ物を分類します毎日。 あなたはそこで何日働きますか毎週末。ああ、大丈夫。おい、ジョセフ・バーアールネスさん、するつもりである昼食。維持途中め昼食買わませんか確か。 持ってるなた食ってきた日本のスナックとそして自宅でキャンディー6ヶ月前私はオレゴンで家で食べるのが常でした私は手に入れお腹が空私が働いていたと聞いた日本のおつまみア,アイダホへの梱包うん私は引っ越しました今朝、オレゴンから出てフォローする U ホールトラックにイダホああ運転はそこから遠く離れている可能性があります それはあなたを作るつもりです疲れて病気そして頭痛運転は全く移動に役立ちません私はあなたがあなたのような問題を解決するのを助けることができますボートに乗にルーホールトラック用わかりますよいそれは私がここにいた理由ですホームプリンシパル服として私の名前は前野信長ルームメイトとも呼ばれますこんにちは なんでしゅう昼食は好きですかにぎりすと一緒に行きませんか確か彼はだろういちくのがにぎりすし好きよしなにあなたはどう持ってもいいです巻き寿司。よし食べ物はすぐに準備ができてますこんにちは校長信長こアア。こんにちはあきあちゃんあこんにちはジョセフ・ワールネス んこんにちは、アキアちゃん。日本のホテルの部屋で彼が一人だったところを見つけました。彼は YouTube であまり話さないの恥ずかしがり屋だ。G.No wonder 彼は恥ずかしがり屋でした。しかし、いくつかの問題を解決するため YouTuber's をピックアップします。彼には子供がいますかいいえ、彼はしません。どれか子供がいない。ああ、まあ、彼は10年間結婚していない。それで、 彼はアメリカに去った日本で一人でした。そうではないと思います。私には私の親と親、席しかいない、祖父母、そして壮大な総体。だからあなたはあなたの両親、親戚、祖父母、そして大親戚を持っています。君は覚えてくれ、それらはおれますか ?21 年前。ああ、それはずっと前のことでした。ランチはここにありました。あなたはあなたの席に戻るかもしれません、空き家。 はい、校長のぶなが。いただきます。どういたまして。そしてここに二本の箸があります。エンジョイ君の食事。 今年はどこで寿司を食べますか私は2019年に母と一緒に寿司レストランに行きましたオレゴンで寿司万歳そして寿司ランドバッグ2019年にだからあなたは寿司を食べ行うますあなたは餃子を食べてきましたアイダホで市場私はに行きました寿司レストランアイダホ州のファータウン私は餃子を食べました初めて数ヶ月前ああ大丈夫 食べ続けましょう行く前に。はい、校長信長。信長ありがとう。どういたまして。良い一日を過ごしてください。君もあなたの新しい家に行こう。はい、校長信長。 私たちはほぼそこにいるあなたの新しい日本の家へよしジョセフ・バーアールネスさん私たちはここにあなたの日本ホームにいます じょうあなたは今行くことができます良い一日を過ごしてください君もこんにちはねえジョセフ・バルネスさんこんにちはマックスお元気ですか良いいっている。 ドにに二日本に引っ越しますか私たちは実際に年を取っています3年前私たちオーストラリアが去って以来私たちはホーム先生ルキアハミコ日本ではと一緒にいるようになります OK それであなたはどんなを着ました日本ではかああこれらは昨日我々引っ越ししてきた着物ああ大丈夫森だから 私は新しい部屋にいるつもりです。日本に滞在する。だから、幸運を。